女子サッカーユニバーシアード代表チームがカナダを破り号6位決定戦へ進出した。ユヨンシル監督が率いる女子代表チームは11日イタリアで行われた2019夏季ユニバーシアード女子サッカマイナス8位決定戦でカナダを2 1で下した。この日、前半を0 0で終えた韓国は後半に入りカナダを圧倒。 後半に1 3分、ナムグン・エジが先制ゴールを決め、2分後に得たフリーキックまでゴールにつなげに入れへとリードした。カナダは後半31分に1点差に追いつくが、その後の攻勢を韓国が防ぎ、試合は21で終了した。